おはようございます。昨日の動画で、クロニクルスリー、攻略召喚で、ウンダー城、手に入れたっていう、のをちょっと出しましたけれども、結局、そのおかげで、白銀魔宮はクリアできるようになりました。ちょっとその様子を、流しましょう。2回ほど流します。どうぞ。どうでしょう。どちらもですね、まあ別にウンダー城がとどめを刺しているわけではないんですが、ウンダー城にかなりこうやってもらってる感があったかと思いますね。ウンダー城、まあ非常に使えるというのは分かったんで、早速、強化、進化、超化、させてみました。どうぞ。まあ多分、ウンダーじゃなくても勝てるんだけど、まあ結構、クリアす、苦労すかもしんねえなっていう感じでしたね。まあ、クリアできるようになったんで、まあありがたいとは思っております。はい。ただ、この組み合わせでもですね、破滅級は辛かったですね。っていうか、破滅級は無理でしたね。なかなか厳しいですよね、このゲームもですね。というわけで、今後も努力していきます。では。